今回のレッスンは練習をしても練習をしてもなかなか上達しないこういった方のためにどういう練習をすれば結果につながってくるのか今回ここを深掘りしてお伝えしていきたいと思いますまず大切なことはミスが出た時になぜそれが起こったのか正しく把握することです これはゴルフだけに限ったことではないと思います失敗をした時にその原因を正しく判断しないことには次に活かすことができません目標地点に球が飛ばなかった時に何が起こっているのかその原因に対して対処をしていくこれができてくると練習をすればするほどミスが成功への蓄積になってきて自分の思い描いたところに球を打てるようになってきますそれではミスショットを2つに分けて考えていきます球が どこに飛び出したのか、飛び出し方向を把握してください。そして次に、飛び出した球がどちらに曲がったのか、一般的に良しとされるのは、右に飛び出してフック、もしくは左に飛び出してスライス、これはどちらも目標地点に球が返ってきます。そしてミスショットというのは、右に飛び出してスライス、左に飛び出してフック、 もちろんそれ以外にもまっすぐ飛び出して狙いよりも違う方向に曲がっていけばこれもミスショットですそこでまず球が飛び出した方向これはインパクトのフェースの向きに依存しています開いて当たれば右に出て閉じて当たれば左に行くまっすぐ向いて当たればまっすぐ行くまずこれを認識してくださいそして球がどちらに曲がったのかこれはヘッドの移動方向に対して フェースが開いていたのか閉じていたのかこれで打ち出した後球がどちらに曲がるのか決定していきますそこに最初お話したインパクト時のフェースの向きに球が飛び出すのでここを考えて自分が打った球筋が今フェースはどこに向いて当たったのかそして軌道に対してフェースは開いていたのか閉じていたのかこの2つを判断してくださいそれでは例を挙げていきます球が 右に飛び出してスライスした場合、これは右に飛び出したということはフェースが開いて当たっています。さらに飛び出した後にスライスをしたということはヘッドの軌道に対してフェースが開きながらインパクトしています。すると右に出た上に球筋がスライスします。逆に引っ掛けフック、引っ掛かったということはフェースは目標よりも閉じて当たっています。さらに クラブの軌道に対してフェースが閉じて当たっています。それではナイスショットの場合を説明します。右に飛び出してフックして返ってくる。これは球が右に出たということはインパクトでフェースは開いています。しかしヘッドの軌道よりもフェースが閉じて当たっているので狙いよりは開いているので右に出ますが軌道よりはフェースが閉じているのでそこからフックして帰ってくる。 これが右からドローボール、クラブの使い方になります。逆に左からフェードボールで返ってくる。左に球が飛び出したということはインパクトでフェースは閉じています。しかしスライスしたということはヘッドの軌道に対してフェースが開いてインパクトしています。こうなると左に飛び出してフェードボールがかかってきます。この仕組みをまず理解していただいて練習場で球を打つたびに今球はどこに飛び出したのか そして飛び出した後どちらに曲がったのかここを判断していただいて一球ごとに修正をかけていきますそれでは実践的にヘッドの軌道とフェースの向きをコントロールする方法まずフェースの向きを決定しているのは手首の形です左手小屈右背屈をするとフェースは閉じます逆に左手が背屈右小屈をするとフェースは開きます 体の回転でクラブを振っている最中に手首の形をねじれば閉じる、緩めば開くこれでフェースの向きが決定しますそしてヘッドの軌道を変更する場合はアドレスを調整しますヘッドの軌道というのはその人にとってある程度特定の方向から振られてきますなのでアウトサイドインに振る人は初めから体の向きをクローズに立っていただいて 体に対してはアウトサイドインでもクローズに立ってしまえば、飛球線に対してはスクエアになります。逆にクラブがインサイドから入りすぎる方、こういう方はオープンスタンスに立って足も肩も左に向けてしまえば目標に対してはスクエアになってきます。この仕組みをご存じない方は、今回この話一回聞いただけでは頭の中が混乱するかもしれません。しかし分かってしまえばシンプルです。 まずは自分のスイングをどうにかしようという前に自分の思い通りに球筋を操るそしてミスが出た時にボールとヘッドの関係性を正しく理解するそれに対して正しい努力をしていけば必ず練習すればするほど上達していきます補足としてフェースの向きに球が飛び出すと言いましたが実際はヘッドの軌道も若干影響しますこれはロフトが寝ているクラブほど軌道が影響します 例えば、フェースがスクエアにインパクトしても、インサイドアウトに振れば、若干球は右に出ます。その他にも、フェースの先に当たる、ヒールに当たる、ギア効果で、副回転、スライス回転かかります。さらに、これは単純化して2次元でお話をしていますが、実際は3次元でクラブは動いているので、細かく言うと、もっと複雑なことが起こっています。しかし、大前提として、球が飛び出す方向はフェースの向きで決まっていて、 その後どちらに変化したかは軌道に対してフェースがどちらに向いていたのかここを意識して練習してみてくださいそしてスイング作りというのは自分にとって振りやすくそしてロフトが立って当たるハンドファーストのインパクトこれを達成するためにいろいろなスイング考え方練習の仕方があります YouTube でもずっと解説していますがそれを使って何をするのかというとボールをコントロールすることがショットの目的ですいいスイングをすれば いいショットが出るのではなくいいショットを打つためにどういうスイングをすればいいのかそのスイングの目的はヘッドをいかにコントロールするのかこのポイントを忘れないで一球ごとに考えながら練習していただければやればやるほど必ず上達していきますチャゴル TV は日本時間の毎週金曜日夜八時に公開していますそしてチャゴル TV 公式アプリ同じように毎週金曜日夜八時にさらに深掘りしたレッスン動画を公開していますその他にも 直接お悩みにお答えする全国で開催しているチャボルレッスン会の優先予約も受け付けていますよければそちらもご利用ください